ありがとう。起きて、夏美。病院に着いたよ。どう？ちょっとは気分良くなった？うん。あ、ごめんね。話の途中で寝ちゃって。いいっていいって。気にしないの。乗った時から夏美、意識が朦朧って感じだったしね。そこまでひどくない、と思うけど。しかしまあ、私のトークの腕もまだまだだね。聞き手の眠気さえも吹き飛ばして耳を傾けさせるくらいでなければ真の達人とは言えないな。さとちゃん、何を目指す気なの？とりあえず政治家でどう？どうだって言われても。にしても夏美、可愛い寝顔だったよ。そんなに寝心地良かったのなら、もう一度学校まで往復する？もうからかわないでよ。ああ、通用口って裏手だっけ？そっちに回った方がいい？ううん、いいよ。入り口のそばに業務用のエレベーターがあるから。そうだっけ？千里ちゃん、お父さんの病院でしょ？あ、山下さん、ここで止めて。かしこまりました。外の空気はいいね。おう、我が愛しき地上の世界よ。オーマーだよ、
サトちゃん。いや、私ってさ、どうも車ってのが性に合わなくって、密閉された空間でじっとしているのが苦手なんだよね。そうだね。千里ちゃんはどちらかって言えば肉体派だもん。おいおい、せめて行動派と言ってちょうだいな。あ、時間はどう？うん、まだ余裕たっぷり。乗せてくれてありがとね。すごく助かっちゃった。できれば毎週送ってあげられたらいいんだけどね。もともとお父さんの車だから週末は出払ってることが多くてさ。ううん、時々でも嬉しいよ。私って電車苦手だから。夏美？あ、ごめん。電車に乗ってて何かあったの？夏美、悩みがあるなら相談に乗るけど。ううん、そうじゃなくて、私自動改札機がまだうまく通り抜けられないから。この前も切符を入れたのに途中で止められちゃって、苦手意識があるっていうか。ああ、なるほど。そういや、あの時夏美ってば真っ赤な顔で半べそ書いてたもんね。べそなんて書いてないよ。いや、少なくとも涙目だった。助けて、千里ちゃん、たまこちゃんってな感じにね。千里。今終わったの？今終わったのじゃないぞ。なんだ今の男みたいな笑い方は。もう少し年頃の女の子らしく振る舞えんのか。ああ、何すんのさ。暴力反対、セクハラ。都合のいい時だけ女性の権利を振りかざすんじゃない。
権利と義務は表裏一体だと前から言ってるだろう。そりゃ無理だよ。だって私父さんの娘だもん。使えるものは親でも使えってね。それに子は親の背中を見て育つなんてありがたい言葉もあるんだよ。ほら、人聞きの悪いことを。少なくとも私はそんな育て方をした覚えはないと思うぞ。だったらなんで目をそらす、マイファーザー。君は？私、君吉夏美です。千里ちゃんのクラスメートです。ああ、君が夏美ちゃんか。娘から聞いているよ。はじめまして、千里の父です。千里がお世話になっています。あ、いえ、そんな。違うっての、私がお世話してるの。夏美は私の可愛いペットなんだからね。ペットって違う。ふにゃ。やれやれ、可愛いものを見るとすぐこれだ。学校でもそんな感じなのか。まあね、愛情表現ってやつよ。お父さんが欲しがってもあげないからね。ほう、飼っている熱帯魚の世話すらまともにできなかったお前がな。それじゃあ夏美、またね。はあ、夏美があんまり可愛いからじいちゃんついつい暴走しちまったい。許してちょんまげ。なんか可愛いって言葉を全ての免罪符にされている気がするんだけど。ん？可愛いって言われて嬉しくない？私は結構本気で思ってるんだけどな。知らない。あ、そういや夏美、言い忘れてた。来週から進路面談だけど、ちゃんと覚えてる？え、うん、覚えてるけど、それが？タマコが心配してたからね。夏美の前の学校はどうだったのかは知らないけど、うちって結構この6月が重要な時期なんだよ。来年のクラス分けにも関係してくるし、夏休みの補習もそれで決まったりするからさ。知ってた？ううん、そうなの？ありゃ、やっぱタマコの心配してた通りみたいだね。言っとくけど、変な回答すると夏休みの半分は確実に補習になるよ。大学の説明会とかも
強制的に参加させられるし、嫌でしょそれ。そんなの嫌だよ。私、やれやれ。それじゃさ、夏美、明日ちょっと時間ある？え？明日？多分大丈夫だけど、どうして？学校のすぐ近くに図書館あるの知ってるよね。そこで集まって作戦会議しよう。夏美は出席番号が前の方だから、多分来週頭には回ってくるよ。その前に早めに準備ってことで、ね。いいの？もち。あ、タマコにも連絡しておくからさ。あの子、仮にも委員長だから進学のことにも詳しいし、きっと力になってくれるよ。でも、せっかくの日曜日なのに、私のせいで。それくらい平気だって。その代わり、終わった後は、アイスでもおごってもらうからね。ごめんね、千里ちゃん。タマコちゃんにも悪いけど、お願いしてもいい？オッケー。また夜に電話するよ。それじゃ、バイト、頑張ってね。Thank you.
れない、遅れちゃう。遅くなりました。あらあら、ご苦労様。全然遅くなんてないわよ、時間ぴったりだから。夏美ちゃんは学生なんだし、それにここまで遠いんでしょ。だから少しくらいは遅れても大丈夫よ。ありがとうございます山瀬さん。でも、あ、そうだ夏美ちゃん、ごめんなさいね、で早々で申し訳ないんだけど、もうすぐ3時のおやつの時間だから配膳を手伝ってくれるかしら。今日は常勤の人が休養でいないから。あ、はい。はい、皆さんおやつの時間ですよ。リビングに集まって席についてください。おお、今日は夏美ちゃんか。久しぶりだの。そういえば今日は土曜日じゃったな。こんにちはおじいちゃんおばあちゃん。あ、ちょっと待ってね。本当に夏美ちゃんはいい子じゃねえ。とっても真面目で優しくての。まったくじゃ、近頃の子には珍しいぞい。そんなことないよ。私本当に不器用だから、足りないことがあったら何でも言ってね。いやいや、大事なのは気持ちがこもっているかどうかじゃよ。うちの嫁にも教えてやりたいくらいじゃわい。そうじゃな。なんだったら夏美ちゃん、うちの息子の嫁に来んかね。夏美ちゃんなら大歓迎じゃよ。え、こらこら、みつさん、抜け駆けはなしじゃと前にわしらで話し合ったじゃろうが。それにミツさんとこの息子さん
今年で50過ぎじゃなかったのか。おお、そうじゃった。忘れてたわ。それじゃあリビングに集まってね。おじいちゃん、車椅子平気？おお、もう自分の手足のように自由自在じゃわい。今度体を鍛え直して競技会にでも参加してやろうかの。本当に？じゃあ私お弁当作って応援に行くね。楽しみにしておれよ。いつも通り席は名札のあるところに座ってね。ちゃんとみんなに同じ分あるから喧嘩しちゃダメだよ。食い物の恨みは恐ろしいからな。気をつけてな、ジロ吉さん。おいおい、トメさん、わしが太蔵さんと言い合ったのは相撲の物言いについてじゃぞ。そんなに意地汚いことで喧嘩なんぞしちょらんわい。うう、そいや、もうそろそろ放送が始まる時間じゃな。わしゃドラマの再放送の方がええんじゃがのう。